レスキューとは、疼痛管理において、除胞製剤に追加して、速攻性の高い早っぱなし、製剤を追加投与することである。突発性の痛みからの救出という意味でこう呼ばれる。常用の薬とは別の処方がされ、患者自身で管理される。傾向のみならず、注射や、座剤の場合もある。レスキュードーズとは、その服用である。 レスキューを傾向で服用する場合は、早っぱな姿勢の薬を用いる。ガンの頭痛を抑える場合、持続する痛みをついた地中を抑える目的の基礎となる鎮痛薬のみならず、突発痛に対する臨時の速攻性の鎮痛薬を患者の判断ですぐに服用できるよう処方しておくことが大事である。突発痛が次々に押し寄せてくるような時期はもちろん、 基礎的な鎮痛剤だけで痛みが緩和できている場合でも、いつ突発痛が来るかわからないので、別途処方による臨時の速攻性の鎮痛薬は不可欠である。上手に利用するには、痛みが出始めたら早めに服用するようにすることである。特に侵害需要性頭痛が主な要因となる頭痛に対抗するために、長時間安定した鎮痛効果を発揮する製剤と、 速攻性の製剤のト服を組み合わせる必要がある。オキシコドンの早っぱなし材置きノームのパッケージ。適切にレスキューを服用するには、患者が服用しやすい材形、そして有効かつ副作用のない容量が用となる。本来は常用薬がモルヒネなら、レスキューもモルヒネ、常用薬がオキシコドンなら、レスキューもオキシコドンが一般的である。異なる種類は、 換酸による誤差が生じやすいからである。しかし、同系統であっても、レスキューに患者の苦手とする材形しかなければ、異なる種類であっても飲みやすい材形のものがいい。例えば、常用薬が常剤だが、レスキューが散剤などで患者が飲みにくい場合には、異なる種類であっても、常剤を投与した方がいい場合もある。ただ、人障害の場合は、モルヒネ、コデインは使いにくい。 また、低用量の場合は、在形を選べないこともあるので、オブラートを使って飲ませたり、ゼリーなどを使うこともある。痛みが緩和せずに、眠気や吐き気がない場合には、傾向からのレスキューは1時間ごと、注射などによるレスキューは10から20分ごとに使用できる。また、レスキューはいつでも使用できることができ、定時の薬の服用前でも、痛みが強くなれば用いることができ。 空腹時に使用しても問題はない。レスキュー投与量は1日の投与量の6分の1を1回とする。しかし、高齢者、衰弱患者、人気脳悪化例では、後方法やこから10%を1回量とする方法がある。痛みに効果があって、副作用が問題にならない量が基準である。注射の場合には一時的に血中濃度が上昇するため、 呼吸抑制に注意する必要がある。特に眠ったまま継続した場合に、その可能性が高い。また、持続点滴などでもそうだが、傾向と同じ方法で、レスキューの分量を算出するのは危険であるとされ、このような場合には一定の投与速度で投与を投与し、鎮痛が得られた時点で一時投与を中断し、その後に痛みが発現する時間帯から、 持続投与量を増量していく。持続上中や持続非下中の場合は、点滴、早送りがあり、点滴でレスキューを行う場合には、追加治療の12分の1から10分の1を1回量として1時間程度で投与する。早送りでレスキューを行う場合には、追加治療の24分の1を早送りする。また、座材も選択できる。常用薬の投与量が増えた場合は、 レスキューも増やされるのが一般的だが十分効いているのであれば、レスキューを無理に増やす必要はない。その逆に、レスキューが不足しているようであれば、レスキューのみを増量しても良い。常用とレスキューは別々に調整する。レスキューの第一の意義は患者自身が突発痛に対処することで苦痛を自力で回避することにある。これにより、患者に 主体的に治療に参加しているという体験をしてもらう。第二の意義は、レスキューの使用状況とその鎮痛効果が痛みの指標になることである。また、レスキューの効果が得られる時間帯を患者に伝え、評価をしてもらう。例えば、この薬は1時間ほどで効果が出ることになっているが、本当にその通りに効くかどうかといったことをチェックしてもらうのである。レスキューは、 予防的に取ることが大事だが、骨転移のような場合や神経症状が増悪傾向にある場合は、レスキューによる眠気などで骨折を起こす可能性もあるので、そのリスクの有無について医師に確認を取ると良い。トラマドールの早っぱな資材トラマール、レスキューが痛む時だけ使うと運用と大きく異なるのは、1日、あるいは数時間に必要としたレスキューの合計から、あと、 どのくらいの量の鎮痛薬が不足しているかを予測し、患者ごとに異なる適量を決められる点である。当初レスキューは、投薬初期において、定時鎮痛薬の不足を補い、それによって、定時鎮痛薬の適正量を決定するための手段と考えられていたが、最近ではそれに加え、いつ来るかわからない、突発痛に対する臨時の速攻性鎮痛薬という意味合いが強くなっている。 つまりレスキューは、投薬初期のみならず、常に必要なものなのである。また突発痛に使用した場合、レスキュー分の翌日への上乗せ増量は、必ずしも必要ではない。常用薬として、モルヒネ除胞剤の MS コンチンを使う場合は、レスキューを併用するのがいい。MS コンチンは12時間間隔で、投与量が少ないために、突発的な頭痛に対応できないからである。 この場合は追加治療の5分の1から6分の1のモルヒネ状やモルヒネ酸、またはモルヒネ液を臨時追加投与として使う。レスキューの効果は次の4つに大別される。この後の痛みが1段階強くなるため、ブレークスルーペインとも呼ばれる。ありがとうございます。